今日は、如来と菩薩の違いについて話をしていきます。如来と聞くと、阿弥陀如来や大日如来、薬師如来や釈迦如来など、いろんな如来を聞いたことがあると思います。また、菩薩と聞くと、頭に思い浮かぶのは、 子菩薩や観音菩薩弥勒菩薩などの菩薩が多いのではないでしょうか。これらの如来や菩薩はレッテルが違うだけでみんな同じものだと思っておられる方も多いかもしれませんが如来と菩薩は全く違います。 この違いがわかりませんと、仏教もわかりませんし、本当の幸せとはどんなことかもわかりませんので、如来と菩薩の違いをよく知っていただきたいと思います。まず、如来とは仏様のことです。仏様というのは、 仏の悟りを開かれた方のことです。悟りと言いましても、低いものから高いものまで、全部で5にあります。悟りの位は、一段違えば、人間と虫けらほど、境外が違うと言われるように、修行をして悟りを開くことは、 とても難しいことです。何かを深く理解した時などに、悟ったという人がありますが、それは仏教で言われる悟りとは違います。その悟りの位の一番上の五十二段目が仏の悟りです。これ以上ない悟りですので、 無情覚とも言われます。その仏の悟りを開かれて大宇宙の真理を全て体得された方を仏とか仏様と言われます。大宇宙の真理とはすべての人が本当の幸せになれる真理のことです。その、 大宇宙の真理を、神女とも言いますから、神女を体得し、神女より来源した人ということで、如来とも言われます。ですから、如来と仏とは、全く同じ意味です。阿弥陀如来とも言いますし、阿弥陀仏とも言います。 釈迦如来とも言いますし、釈迦仏とも言います。如来とは仏のことなのです。では次に、菩薩とはどういう方のことを言うのでしょうか。菩薩というのは、菩薩札の略です。菩薩とは、 仏の悟りのことで、去ったとは求めている人ということです。ですから、菩薩とは仏の悟りを目指して努力している人のことです。数ある悟りの中でも最高の悟り、五十二段目を仏の悟りと言いますので、その前の 51段目までの位にある人を菩薩と言います。5段目にいる人でも、10段目にいる人でも、みんな菩薩です。多くの人が知っている弥勒菩薩は51段目です。観音菩薩とか、静止菩薩とか、そういう菩薩は、 仏に非常に近い菩薩ですが、仏ではありません。ですが、仏の悟りを目指して努力している人は、仏教ではみんな菩薩と言います。ですから、あなたもこのビデオを見られて、本当の仏教の教えを聞いておられるということは、 仏の悟りに向かっているということですから、菩薩です。多くの人は、地蔵菩薩とか、そういう菩薩だと思っているかもしれませんが、仏教では、仏の悟りを目指して進んでいる人は、まだ悟りを開いていなくても、みんな、菩薩というのです。このように、 仏の悟りを開かれた仏様と仏の悟りを求める菩薩とは全く違うのです。ちなみに今51段の悟りの位にある弥勒菩薩はあと1段悟りを開いて仏になるのに56億7千万年かかると お経に説かれています。気の遠くなるような長い期間の修行が必要になります。また、八週の阻止と言われて、あらゆる宗派から尊敬されている龍樹菩薩でさえ、四十一段目までしか達していないことからも、修行をして、 仏の悟りを開くのは、いかに難しいことなのかがわかります。今日まで地球上で仏の悟りを開かれた方は、お釈迦様以外にありませんので、釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしと言われます。その 厳しい修行の末、大宇宙の真理を体得されたお釈迦様は、厳しい修行ができなくても、どんな人でも、本当の幸せになれる道を教えていかれました。その道一つを説かれているのが仏教です。では、どうすれば、 その幸せの身になれるのかについては、ビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。